大一神社、大一神社、大酒神社は、兵庫県阿公市佐古市の宝珠山六に鎮座する神社、瀬戸内海産、大船祭りの一つ、佐古市の船祭り、重要無形民族文化財で知られる。旗氏は、六世紀頃に、朝鮮半島を経由して、日本列島の和国へ渡来した、渡来人集団とされる。秦川勝は、秦市の属徴的人物として、 聖徳太子のもとで活躍した人物である。後、京都最古の寺とされる広高寺を建立、聖徳太子より賜った弥勒菩薩繁華シー像国宝を安置したとされる。広高寺近隣には、大酒神社があるが、神仏分離政策に伴って、広高寺境内から分散し潜座したものとされ、当社も、大秘、大酒と言われるゆえんの一つである。川勝は、 大使死後の公玉三年、六四十四年、蘇我イルカの迫害を避けて、回路をたどって、佐古市に移り、千佐川流域の開拓を進めた後、大化三年、六百四十七年に八十四年で死去、そして地元の民がその霊を祀ったのが、当社の創建という。神社正面の会場に浮かぶ生島、国の天然記念物には、旗川勝の墓があり、 新域となっているため、現在でも人の立ち入りを禁じている。当社には、川勝が、ゆずき国から持ち帰ったという、天使ケルビム、サトシ天使の像とされる、孔面があり、我が国で現存する最古の我が国の面として伝えられる。川勝は、猿学の子祖とも言われており、神阿弥、ゼ阿弥親子や、学家である陶芸家などが末裔を称し、コンパル全地区のコンパル流も、 川勝を諸生として伝えている、名宿集。張間国葬者演技の記述では、要は元年、1182年に、祭神中央三上二十四座に列しており、当時すでに有力な神社であったとされる。山の三か海も、紅葉の秋祭りと読まれているごとく、荘厳華麗かつ勇壮な神事で、我が国でも他に類を見ない伝統的和泉の祭礼として全国に知られる。 毎年10月の第二日曜日に行われ、江戸時代初期、祭神の旗川勝が佐古市に渡来した伝承を再現する祭りとして始まったと言われる。大阪天満宮の天神祭り、秋五島神社の還元祭と共に、瀬戸内海山、大船祭りの一つに数えられる。祭りの流れ、祭礼大一日目の宵宮は、川勝の墓とされる、生島の古墳の前で、 午前祭が行われる。その後、歌船が、お船歌を奏しながら、裏裏をめぐり、磯洗い、獅子組の青年と子供たちによる、獅子舞が町内をめぐる。二日目の本部、進行式は、午前中から獅子舞の里中捧ぐ舞が前日より、続く中、会場では、回転魔戦による、焦げ比べ、花回りが磯をめぐる。正午過ぎに行われる、 五分霊五千歳の後、猿田彦、かぐらじの先払いを先頭に頭一晩五町による宮田し行列が神社から浜までを下る。浜辺で回転魔線の青年たちによる勇壮な橋板畑がけが行われた後、御神体が新予選に乗船し、一番、二番の回転魔、三番の獅子線、四番から八番までの頭人線、九番の落船、十番の御神予選。 十一番の蛍光船、十二番の歌船からなる和船十二隻が船行列を組む。そして、獅子舞や、お船歌、画楽が奏でられる中、五旅所のある生島までを、会場の大名行列のごとく、例に往復する、海上船塗業。五旅所での神事の終わる夕刻、十数機の鏡火が浜で一斉に焚かれる中を、高張上鎮を灯した船団が再び神社に、観光し、 宮入鎮座祭を行い一連の祭事が終了する。文化財指定について、佐古市の船祭りで使用される和船、兵庫県指定有形民族文化財は、伝統的造船技法により忠実に作られている。祭礼はそれらの技術工芸とともに、儀礼、儀式でのお歌、画楽、船団尻船の舞台での演芸や段尻林など、見やびやかな伝統芸能の要素が数多く、 含まれている。また、船渡行の船団は現在でも2層の回転魔線の人力のみで栄光。観光は、かがり火とちょの幻想的な明かりの中、行われるなど、古来からの伝承のままを踏襲している。平成四年、1992年、文化庁により、選択無形民族文化財、記録作成等の措置を講ずべき無形の民族化財に選択され、平成二十四年、 2012年3月8日に国の重要無形民族文化財に指定された。兵庫県下では7件目、西春間地域では初の指定であった。同年11月3日、国の重要無形民族文化財指定を放出し、船団尻船の海上公演が64年ぶりに復活した。荒波を越えた男たちの夢が紡いだ、異空間北前船寄港地。 先週集落2018年4月28日文化庁指定。大秘神社は、トライシ族、は氏し、氏たし、はに属する、は川勝を祭人としているが、かつて中国の景況、イコールネストリウス派キリスト教を研究した学者、佐伯義郎は、は氏は大部分がペルシャに羊を持つと考えられる、キリスト教に改修したユダヤ人集団だった、との説を唱えた。 最期は、果たしを、人時代以後のキリスト教徒であったに違いないが、時代関係家系教徒ではあり得ず、原始教会のキリスト教徒であったかもしれないと考えていた。そして、最期は、大秘神社の、大秘、お酒とは、人、壁が類似であることなどから、本来、旧約聖書に出てくる、ダビデ王の漢訳、大壁、ダブイ、大イ訳のことであるとし、大秘神社は、 ダビデ王を祀った神社であるとしていた。佐伯は、これも、畑川勝が創建に関わった、京都、広高寺に、ゆかりの大酒神社、大壁神社にも同様説をとっていた。ただ、これらの説は、知識人にも、興味を持つ人こそあれ、学問的にはほとんど支持されていない。しかし現在でも、大壁神社を語る上で欠かせない話題の一つであり、知る人ぞ知る話となっている。 なお当社には、キリスト教で重要視される12の数字にまつわる事象が多くある。神社拝殿の天井へ、拝殿へ向かう、階段、境内の安らい井戸の石柱、船と魚の再冷線、回転魔線の小ぎて、神社を守る鮭の数は、すべて12である。また、祭りの日程、旧暦の9月12日や、神社への初捕虜、昔は12道、 現在は十二の倍数も十二にまつわっている。ただし、日本が古来受け入れた文化にも、一年十二ヶ月や十二、死、仏教の十二神章、あるいは十二天、など十二の数は少なからず出てくることには、注意しなければならない。十二の数のミステリー大悲神社と江戸風情残る兵庫、佐古市の街並みを歩く。千草川流域には、佐古市にある大飛神社を中心に、 は氏の勢力痕跡を示す、大飛神社が数多くあり、この地域の文化や思想、宗教などに、多大なる影響を与えた。は氏が創建に関係した代表的な寺社には、広高寺や松尾大社、伏見稲荷大社などがあるが、その伏見稲荷大社の社家で、五軒あず職であった、羽倉新神を父とし、細川忠興、性質は、 細川柄社の家臣深押氏の娘廃子を母としたのが、旗氏の代表的末裔で、国学の四大人の一人、加田のずまである。東ずまは、内入前年の元六十三年、1700年3月に、直主として、江戸へ派遣された大井の御門教光教に随伴して、江戸に滞在、武士たちに、科学や神道を教授する傍ら、平家へも出入りしており、 吉義仲在宅確実の日である古の日を、港町としに伝え漏らした人物とされる。古くから港町として栄えた佐古市には、たびたびオランダ船が入港し、キリスト教の伝道師であったルイス・フロイスや、細川忠興の父である、細川雄才、性質は沼田邪行。通称は、細川マリアも訪れて滞在している。また、細川忠都と朝流し、浅野長竹、 朝野長典の祖父は、茶の湯を通して、特別に、親しい間柄でもあった。特に、阿公藩主、朝野長典の十五、六歳の時の後見人であった、細川津成は、江戸への参勤の途中に、佐古市浦に船を止めたい神社に参詣するなど、阿公藩とは特別な関係になっていた。うち入り後、四代名家、細川、水野、森、松平に分けられ、 幕府の処分を待つことになった厚労師であったが、大石義尾以下、最多人数になる16名がお預けになったのが、細川家であった。当時の藩主、細川津成は、幕府に預かっている者全員を召し抱えたいと、嘆願する傍ら、自ら二度にわたって、あたご山に赴き義士たちの除名を祈願したと伝わる。津成は、切腹の命が下るまでの1ヶ月間、 精進料理しか撮らなかったという。2013年8月9日から12日、NMB48 の8枚目のシングル、カモネギックスの特典映像ドラマ、星に願うことの設定舞台を、全編が講師内として、撮影収録され、大肥神社でもロケ撮影が実施された。所在地、交通アクセス、周辺情報、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。